今日も全力ぶっちぎり、マキピラ君とピアでございます。はい、劇中審査新限定キャラクタープロレスの発表が3月3日の妄想ニュースでありました。ありました。で、今回の動画はプロレスの性能の詳細、はい、アビリティの詳細、どこで使えるのか、友情の比較、評価などなど調べたことを皆さんにお伝えしたいと思います。出るまでがちだ全力ぶっちぎり。はい、プロレスの初実装日が3月5日の土曜日12時から、はい、3月8日の火曜日11時59分まで、うん、で、覇者の塔が7日からスタートすると思うので、うん、現在オーブがない状況の人もワンチャン狙えるキャラクターだと思います。はい、これ注意です。うん、プロレスの発表があった3月3日の妄想ニュース、はい、こちらで新豪傑の様の発表もありました。ありました。ポラリスが木属性、うん、様が水属性、うん、つまり新豪傑様の適性になる可能性は非常に高いと思われます。そうですね、うん、そんな新豪傑を適性になる可能性が高いポラリスの詳細いきましょう。はい、新生ポラリス、はい、総合評価の方は A とさせていただきました。おワクワクの実は過激盛り、うん、で、永遠の証は近畿27で使用するなら27、うん、うん、いいよ、間違えたかと思ったよ。大丈夫先形の章、近畿27で使用するなら、はい、まあ現状はこんな感じかな。うん、まあ、豪絶がどうなるか分かりませんけどね。そうですね、はいということでアビリティです。はい、超マイスイッパー、地雷を回収できるアビリティで、まあクエストのマップ開始時に地雷を4つ所持しており、うん、直殴りの倍率の方が 1.5 倍、うん、そして水属性キラー、水属性の敵に対してキラー効果 1.5 倍、はい、ということで直殴りの最大火力の方が超マイスイッパーの 1.5 倍、うん、水属性キラーの 1.5 倍、合わせて 2.25 倍、はい、強いね。そして超 SS ターンアクセルを持っております。はい、 HP が 80% 未満になった時に SS ターンが2ターン分溜まります。うん、でターン終了時に、発動されます。うん、そして水属性耐性、水属性攻撃を 25% カット。うん、大きいね。殴りは強いわ、耐性は持っとるわ、ね、キラーに耐性やもんね。うん、これやべえな、やべえそして友情、はい、防スピアップ、うん、これは防御アップとスピードアップですね。うん、でサブ友情の方が超絶爆発、こちらは無属性友情で爆発範囲に友情の誘発効果があります。はい、さらにストライクショット、はい、こちらは16プラス8ターンの最大24ターン、うん、自強化と、自身と触れた味方の減速率を一定期間緩和、うん、これがボーパルソードアルファと同じストライクショットで同じターン数、うん、だから倍率とかも一緒なんじゃないかなと思われます。まあ、よかったら参考にしてください。はい、スカルクエスト、はい、ゴーデスダルト、うん、バクデスカイディ、ティルナノーグ、アルマゲドンなど、うん、超絶吸気、ティファレト、イダテンなど、うん、近畿の極はウラ7、17、27、うん、まとめです。はい、殴り&サポート特化のキャラクター、友情、うん、が入らない殴り専門みたいなステージでは自身の殴りと味方の殴りと火力、うん、さらにサポートを一体でいろいろこなします。うん、ストライクショットの減速率緩和により舞踊での減速なども怖くなくなる、うん、2体編成することでさらに凶悪化する。詰めば粒ほどやばいやつ。そうやな、 SS とかでさ、うん、ずっと緩和しまくったらすごいことになるわなそりゃそやな、うん、だ2体3体って積んだら俺は、まあ、特にあの友情が全然入らんようなステージやったら、うん、それ強えよ、うん、間違いなく。もう誰も止まれないみたいな感じになっちゃうね。誰にも止められないなんかのセリフっぽいな。おう、次いきます極性プロレス、私こっちの方が好きなんだな。総合評価の方は、無視総合評価の方は S とさせていただきました。お、ありがとうございます違うか。いや、このさ、ミザールコとピアなのがこのいいのよ。あ、うん、使えるクエストを S にしましたはあ、うん、まあ後でちょっと喋ります。ワクワクの実は遊撃から過激盛りになるかなと、はい、で、永遠の証は優先的に、先見の書も優先的にということでちょっと掘り下げたいと思います。はい、アビリティ、カウンターキラー、自身にダメージを与えた同種族の敵に対してキラー効果 1.5 倍、はい、友情ブースト M、 友情の攻撃力アップ 2.0 倍、うん、ということでこちらは、友情の最大火力の方がカウンターキラー 1.5 の友情ブースト M の 2.0 倍の合わせて3倍、うん、やばい、これはでかい。そして超アンチ重力バリア、
こちらは重力バレーに触れると一度だけスピードアップの効果、超アンチウィンド、はい、ウィンド効果を受けることでスピードが一定期間アップ、うん、これとカウンターキラーで殴りもいけるキャラクター、うん、で超 SS ターン短縮、触れた味方の数によって短縮できるターン数が増加ということで最大6ターン短縮できます、うん、やべえぞこいつやべえな、うん、そして友情、はい、ツイン反射レーザー EL4、うん、これは属性友情で2本の属性特大レーザー攻撃が4回反射です、うん、でポラリス、こちらは方位型で5348、うん、こちらが友情ブースト M 乗っかると1696、うん、さらにカウンターキラー乗っかると16044、うん、ということマーリンが5348なんすよ。ああで天草四郎がバランス型で3820、あららもうなんか全然違う数値だもんねあららもう全然同じ友情だけど同じとは思えないぐらいの火力が出ます。そしてサブ友情の方、はい、ツインリバース反射レーザー EL4、うん、こちらもまあ一緒なんだけど要は正面から出るか逆に出るかなよ。お尻から、そう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 、口から出るかケツから出るかバカ野郎違うバカ野郎おい何おいって自分で言ってハマんのやめてくんないはい、ポラリスの方は方位型で5000歳、さっきと数値一緒なんですよ天草四郎と。おい大丈夫か。そしてストライクショット、こちらは12プラス8ターンの最大20ターン、触れた最初の敵をランナーし反撃モードということで、うん、でこれちょっと気をつけてください。反撃モードは超砲撃型にすると等倍で発動、逆に超砲撃型じゃない場合半分なんで 50% なんで発動絶対やらないかんやつやんな。そうアナスタシアのさ神殿とかで、はいはいはい、未だにちょっとたまにコメントくんだよ、うん、できませんでしたなんで、ね、そうあれ超砲撃型にしてないんじゃないですかって聞くと、あ、ありがとうございましたって返信返ってくるんだけど、やっぱり多いからこれ気をつけてくださいね、はい、はい。でウンディーネと同じストライクショットなんだけど、うん、SS ターンがちょっと違うんです、うん、で自強化倍率は同じです、うん、これはね確認しました、はい、でヒット数の違いがあります、うん、あと、まあ、ヒット数が違うからその分、まあ、攻撃力はポラリスの方が伸びると、うんうん、で反撃継続ターンはやっぱヒット数が違うからっていうのもあるから、おそらくこれは同じなんじゃないかなと思います、まあ、ウンディーネの方もね出してあるのでよかったら参考にしてください。多分そういう形じゃないかなと思う、はい、わかんないけど、うん、そして使えるケースト、はい、爆絶ノービレアルマゲドンなど、うん、超絶呂布オドイエソドビシャモンテンカイなど、近畿の極は9裏12、うん、となります、はい、まとめです。はい、友情火力が完全に壊れている。反射レーザーでレーザーバレーがなければ雑魚を溶かすことも可能、うん、そのため通常クエストでも活躍が期待できます、うん、友情に目が行きがちだが殴りもいけるキャラクター、うん、超アンチ重力バリア、超アンチウィンドと加速するアビリティを持ち、カウンターキラーで殴って火力を出すこともできる。艦隊性能が非常に高く、場面によっては構える声もある。超えちゃう構える声もある。おこれはざっくりですけど計算してみました。この子も貫通やしね。はい、おーこれは楽しそうやね。うん、ただ場面場面でっていうところもあるし、うん、こいつは超アンチ重力バリア持ってる、うん、カマエルは超アンチワープだったりとか、うんうんうん、まああと属性の違いっていうのもあるんだけど、そうだね、どういった場面で簡単に超えてくるかって言ったら、弱点の少ない敵になるとカマエルは弱点キラーを持ってる、うん、で弱点が、ない敵とかで、うん、カウンターキラー乗っかっちゃうと、ポラリスがね、うん、カウンターキラー乗っかっちゃうと友情ブース M も絶対入るから、うんうん、カウンターキラー乗っかっちゃうと完全にポラリスが上になるんじゃないかなと思います。うーんでもすごいね、この子砲撃型なのにめっちゃ足速い。そう、あともう一つは、この子の場合は、まあ、殴りでも、まあ、考えればある程度ね超アンチワープとか持ってるから、うん、場面場面ではもちろん火力も出せるんだけど、うん、この子の場合は、反射レーザーだから横、うん、真横とかまた手とかでザーってレーザーが入ると、うん、めちゃめちゃボス削れたりとかすると思う。確かに、うん、まあ、でも通常クエストで結構やばいと思うな、うん、使い分けやと思う、溶けていくみたいな、うん多分使い分けるんちゃうかな。カマエルが得意なステージ、ポラリスが得意なステージみたいな感じで、ね、うん、うん、どっちがいいっていうよりも多分使い分けやと思います、うん、ということで総まとめです。はい、
曲性は、うん、あ後で紹介した方はね、うん、爆絶ドービルや通常クエストをメインに暴れ回る、うん、神聖は殴り専門のクエストで力を発揮するキャラクター、うん、豪絶など高難易度では殴りが優先される傾向にあるんじゃないかなと思います、うん、そのため神聖の方が新豪絶の適性になる可能性が高いんじゃないかなと思っております、うん、ただどちらも適性にならずにアンドロメダが適性とかね普通にそんなことありえると思うんで、うん、あくまで可能性の話なんで、はい、ちょっとねあの十分に注意してください信じきらんようにね。そう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 、結局言ったけど違ってないかって怒られてもちょっと困っちゃうんで、はい、あくまで俺の予想というだけでございます、はい、じゃあ引くべきかってとこですね、うん、おそらくね高難易度と通常と使えるキャラクターなんで引く価値はね十分にあるかなと思います、うん、ただ注意点がございます、はい、去年3月中旬から下旬にかけて仮面ライダーのコラボがありました、うん、特に1号&2号がワンパン系ストライクショットを所持していたので、まあ、その辺も考慮して引くべきかなと思います、うん、全部使っちゃうよりそうだね、うん、HP 残しといてね HP 自分のそう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 オーブという HP を残しといた方がいいかもしれないそうね、うん、スカスカになって例えば、まあ、好きなコラボがね、うん、来る可能性もあるから、うん、ちょっと例えばオーブ少なかったらちょっと10連10連で分けるとかさそうね、うん、そのワンチャン出たら聞いてもいいと思う、うん、はいはい、ということでいかがだったでしょうか。よければチャンネル登録高評価あとベルの通知もよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さんせーのいい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いやポラリスはどうしても欲しい。いやどうしても欲しいっていうか、いや出るまでやるって言ったやん自分で何を言ったの。やりますよ。びっくりした今出るまでこっちやりますよどうしたと思って2体欲しいとかそういう話かなと思った。いやいやいや、まあ、1体でいいんですけど、やっぱねこれはねめちゃめちゃいいキャラクターなんですよ、うん、なんでかって言ったら、うん、ちょっとロリ巨乳なんですねこの子。えそうだっけ。はい、こっちじゃなくもう一個の方がってこと。え、そうか。進化前も見てください。進化前、進化前。いやー、多分ムービーとかなんか分かりやすいかな。あー、そうじゃ分からんわ。いや、私ミザールが欲しい。はこのミザールが欲しいなんか好き、こういうの。獣人？あ、いいね。獣人がいいってわけじゃないんだけど、この何？しもべみたいなお月の人みたいなはあ、うん、なんかいろいろやってくれそうやん。ただの面倒くさがりやんご飯作ってくれたりとかさ、ただの面倒くさがりやん。それはあなたの娘、そっち面倒くさい面倒くさい言うわさ。さすが私の血引いとるだけあるな。いやこと言わんといて